デ・ミゼラブル、ご感激くださりまして誠にありがとうございます。4月プレビュー、そして今まで8ヶ月かかりましたこのデ・ミゼラブル、本日無事に千秋楽を迎えることができました。これも商品客席で熱い熱い声援を送ってくださったお客様のおかげでございます。本当にありがとうございました。千秋楽ということで、ここで、キャストのみんなにですね、一言ずつ、ご挨拶を頂戴できたらなと思います。まずトップバッターはですね、この作品に約10年ですか、頑張って頑張って裏でみんなを引っ張っていったテナルディエ駒田一でございます。ただいまご紹介に預かりました。今回感じたのはですね、まあ、俳優、役者、芝居っていうのは点数がつけられない、終点がない。今回私がこうやって携わって、まだまだやり残したことがあるな、まだまだひらめくことがあるな、そんな思いでした。もし許していただけるのであれば、役者が役者としての気持ちですけども、役者生命を終わるまでこのレミゼラブルテナルディエを全うしたいと思います。感動的なスピーチありがとうございました。初舞台でございます。結構しっかりしてるようで意外と天然なところがございます。白いドレスがお似合いでございます。コンセント和田井久美子。はじめまして、和田井久美子です。この約1年間レミゼラブル漬けの毎日でした。その毎日が毎日発見の連続で、私にとってはすごく価値のある1年間でした。レミゼラブルの物語の中で、最後にコゼットは希望の光として皆様の中で存在として残っていると思うんですが、私にとっても、私が落ち込んだ時、悩んだ時にコゼットという存在がいつも真の強さとか温かさとかがいつも私を後押ししてくれていました。今は回を重ねる度ごとにコゼットを愛する気持ちがどんどん強くなってきていて、今は本当にコゼットに尊敬念を抱いています。もちろんこの舞台をさせてくださったスタッフの方々、そしてオーケストラの皆様、共演者の皆様、たくさんの方に支えられて今ここに千秋楽で舞台に立てています。感謝の気持ちを忘れずに、これからも精一杯精進してまいりたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、とっても熱い男でございます。ただこういうトークになりますと若干テンションが低いのをちょっと心配しています。アンジェラス上原理央。丸1年このレイ・ミゼラブルという作品に携わっていて、ここまで来るのに本当にさまざまなことがあって、ありすぎてちょっと
一言で言えないんですけれども、ただ一つ本当に感じているのは、役者としてこの作品とこのカンパニーに携わることができたこと、そしてアンジョルラスとしてこの RBC の友のメンバーと最後まで戦い抜くことができたのを本当に嬉しく思っています。ありがとうございました。彼なりのテンションの高さでえちなみにですね、リオと僕の最初の会話は先ほど練習しました。続きまして、誰はもう何回目ですかね、なんとこの間武道館で殺されたすごいことでございます。マリウス山崎育三郎。ひどいよ。ここは稽古していない。ちょっといいですか。マリウス役をやらせていただきました山崎育三郎です。いやちょっと終わってしまったことがまだ信じられなくて、明日もまだ公演があるんじゃないかっていう気持ちなんですが、そうです、本当にレ・ミゼラブルが大好きで、いつかマリウスをやりたいと子供の頃思い、この帝国劇場で、そして19歳の時にオーディションを受けて、それからずっとマリウスをやらせていただいて、今年またリニューアルした記念すべき年にまたマリウスとしてこのステージに立っていることが本当に幸せです。そしてこの7ヶ月間ここにいるカンパニーのメンバーと多くのスタッフの皆さん、そしてオーケストラの皆さん、本当に一人一人とハグしたいぐらい、みんな本当に頑張ってきて、袖で見てても一人一人がこの舞台主役だと本当に思うし、それぞれが本当に命がけでステージに毎日立っていて、それを感じながら今日に向かってみんなで歩いてきました。明日からまたみんなバラバラな生活になってしまうんですが、多分一生忘れない時間をこの2013年過ごすことができました。レ・ミゼラブルは永遠に続くと思いますので、皆様これからもレ・ミゼラブルを愛してください。本当にありがとうございました。続きまして、私と同じでございます2003年メンバーでございます、ね、もうこの中でもベテラン女優とも言ってもいいぐらいだと思います、ね、エポニーヌ笹本玲奈。笹本玲奈です。これだけ長い期間一つの作品を続けるというのは、いつでもスタッフ、キャストが一丸となって心を一つにやっていくことが一番大切だと思うんですけれども、こうやって今日皆さん笑顔で千秋楽を迎えられたのも、スタッフ、キャストがいつでも心を一つに、そしてお互いのことを思いやりながらやってきたからこそ、こうやっていろんなことを乗り越えて今日無事に千秋楽を迎えられたんだなと本当に胸がいっぱいです。今回は完売の日がずっと続いていたそうで、お客様にもたくさんこの作品を盛り上げてくださったなと心から感謝しています。本当にありがとうございました。続きまして、この方はですね、コゼット、エポニーヌ、ファンティーヌと、まあ、世界でも類を見ないこの三役をやった女優はこの方だけじゃないでしょう。この続きは何をやるんだろうと狙うとこそこですよね。ファンティーヌ、知念里奈。皆様ご感激ありがとうございます。この新生レ・ミゼラブル始まって皆さんがどんな風に受け入れてくださるのかと本当に不安の中始まりましたが、試行錯誤しながら、またお客様の反応をいただきながら、新生レ・ミゼラブルの一歩を踏み出せたのではないかなと今、この千秋楽の舞台で本当に嬉しく思っております。今回は本当にいろいろなことがあったので、いろいろなことがあったんですが、
やりながらすごく強く思ったことがあって、それはやはりジャンバルさんのように私たち一人一人は悔いて改め直せばみんなやり直すことができるんだなと思いました。これからもこの作品のメッセージを胸に一生懸命生きていきたいと思います。本当にありがとうございました。続きまして、もうこの方はレミゼラブル一番の姉子でございます。公私ともども本当に皆がお世話になっております。私の愛する妻マダム・テナルデ森久美子。私は97年から参加させていただいておりますが、何よりも感謝するのはもちろんお客様一人一人に、こうしてレミゼラブルを愛してもらえるお客様がいるということを本当に感謝申し上げます。その陰には、10月25日にご逝去されました岩谷時子先生という、このレミゼラブルの歌詞を全て作り上げた方がいらっしゃいます。その岩谷時子先生の歌詞があまりにも素晴らしく、だからこうして皆様に25年経ってもう愛されるレ・ミゼラブルが出来上がったんだと思います。そして新生レ・ミゼラブルでもこの岩谷時子先生の歌詞が全く消えることなく生きております。本当に岩谷天国にはいる、いらっしゃる岩谷時子先生に感謝を申し上げるとともに、こうして25年間も続いているレ・ミゼラブルが皆様にもこれからずっとずっと長い長い先も愛される作品であるといいなと私心から願っております。本日はお帰りくださいまして誠にありがとうございました。続きまして、とっても感動屋です。とっても泣き虫です。とっても世話好きです。とってもガンダム好きです。ジャベル川口達也。ジャベル役の川口達也です。何を話そうかと思いながら、この時間になってしまいました。この1年僕は本当にたくさんのことを学ばせていただきました。一つの役をこの長い期間ずっとやりきっていくということの責任の重さ、プレッシャーというようなことは本当に自分が初めて感じるようなことで、自分の想像をはるかに超えたものでした。体力面もそうですし、技術面もそうです、メンタルもそうでした。辛い時も本当にありましたし、いろんなこともありましたし、内装になった時も本当にあったんですけれども、その時に本当に、はじめさんやふみさんや三つおや、本当に他の言い切れないたくさんのスタッフのメンバーもそうですし、衣装さん、メイクさん、みんなに本当に助けていただきながら、今僕はここにこうやって立てています。皆さんに感謝をしたいと思います。ありがとうございました。学会を出た時にお声をかけてくださるお客様方、ここにこうして、来てくださるお客様方、本当にありがたく思います。この1年、自分が少しはそういう意味では成長できたかなと思います。その成長をこれから の自分の役者としての人生に生かして、しっかりと生きていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ここでこの後ろに並んでいるアンサンブルの皆さんをご紹介したいと思います。参りましょう。そして子役のみんなもね、一緒に来てくださいよ。いいかな。はい、じゃあ代表してどこにいる、グランテール役、感想辰巳君、どうぞお願いします。大変僭越ながら、アンサンブルを代表してご挨拶をさせていただきました、麻生辰巳です。アンサンブル今回
47人いたんですけど、さっき果たして何通りの組み合わせがあるんだろうって数えてみたんですね。そしたら25165824通りあるんですよ。そんな宝くじに当たるより難しいこの確率を毎回やってるんだなと思って、本当に奇跡だなと思いました。これにプリンシパルの方々の組み合わせも足すと、もうね、数え切れないぐらいになると思うんですが、本当に毎公演その奇跡の中でみんなでいろんなことを話し合いながら、今日こうしてみようよ、ああしてみようよと言いながら、毎回初日のような新鮮な気持ちでこの7ヶ月間過ごさせていただきました。ありがとうございます。最後にみんなで一緒にお礼の言葉を言いたいと思うんですが、いかがですかね。そしたら僕が7ヶ月間本当にと言いますので皆様ありがとうございました。それでは、劇場に足をお運びくださったお客様、そして出演者の皆様、それから、このレミゼラブルに関わってくださいましたスタッフの皆様、すべての方々、7ヶ月間本当にありがとうございました。私はね、裏で打ち合わせしてほしかったですまあそれもいいんじゃないでしょうか。さあ最後に締めていただきたいと思います。本当にこのカンパニーをこの約1年近くの稽古も含めてでございますが、見事に引っ張っててくれて、とっても大変だったと思います。僕たちも逆に彼にありがとうと言いたいぐらいです。我らがバルちゃん、吉岡光雄、するんですけど、本当に終わってしまうんですね。よかったと思いながらも寂しいと思ってしまうんですけど、本当にまずは感謝を、改めて、公演に見に来てくださったお客様、そしてオーケストラの皆様、そしてキャストのみんな、スタッフさん、劇場プロデューサー、照明とかも全てこの劇空間に存在している全ての人、そして遠くから応援してくれている全ての人に改めて感謝したいと思います。本当にありがとうございました。本当に思ったことでうまく伝えられるかわからないんですけど、ちねちゃんも言ってたんですけども、ジャンバルちゃんという役をやらせていただいて、そして本当にコゼットやマリウス、周りにファンティーノがいるっていうことが彼の生きる糧になって先に進んでいって、で幸福のもとに死んでいった、その彼の人生を演じさせていただくと、普段は気づかない自分の周りに本当に愛を注いでくれる人っていうのがたくさんいるんだなと思います。それこそ本当にもしかしたらミレール司教みたいな人にもしかしたら俺が出会ってるのかもしれないのに、ジャバージャンと違って天気と捉えられなかった時期ももしかしたらあるのかもしれないなと思います。なのでやっぱり僕は、そして俳優さんたち、この劇場っていうか演劇に関わる人たちは作品によって成長していかなくちゃいけないので、必ず周りに出会った人から愛をもらったら愛を返して、そして最後の歌詞じゃないですけども、愛を感じて誰かを愛していればきっと神様のおそばに行けるんじゃないかな、まあ、死んじゃうってことじゃないんですけど、きっとそういう温かいところに行けるんじゃないのかなと思うと本当に胸が高まになります。で僕が転機となったのは、実は震災が僕にとってはすごく大きな転機というか、この作品をやる意味というか意思につながったんですね。何もできない自分がそこに存在していてすごくきつくて、まあ物資を送ったりとか、あっちに行ってヘドロをかき上げたりとかするのも別に僕じゃなくてもいいと思った時に、何ができるかといったら、この作品を誠実に毎日こなすということが僕の義務であり責任なんじゃないのかなと思って、今日までやってこれたと思います。いつも最後民衆の歌を歌う時にはなぜか天国からそういう人たちが一緒に歌ってきてくれて、天国で一
緒に歌ってくれてるような気がしてしまって、本当に助けられて、僕の力というよりもなんか天国から幸せそうな顔で見ている人たちが何かいつもこの劇場に降りてきているような気がしてしまいますですね。なので最後に、震災に遭われた方に、お悔やみとお見舞いと、それこそ、速やかな復興をお祈りしています。すみません、こんな挨拶でありがとうございました。2013年度版レミゼラブル、これで終わってしまいますが、まあ、みんなが言ったようにこのレミゼラブルは永遠に続いていくと思います。そして一個も言ってました、我々今日からまあバラバラになりますが、まあ、別にバラバラになると言っても、ちょっと離れて他の仕事をして、いつかまたどこかで会える。よく吉原君が出番前にワンフォーオール、オールフォーワン、そういう合言葉をかけてます。お客様も含めてでございます。絶対どこかで会えると思いますし、この劇場で一緒にこう演劇、芝居、ミュージカルというものをこれからも分かち合えたらなと思っております。これから寒い日が続いてまいります。体調に気をつけて、風邪などひかれないようにお気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。